皆さんこんばんは。こんばんは。どうもどうも、ぶちかわでございます。松本由美子です。リムの山下美香です。よろしくお願いしま す。この番組は西区大芝のバルコムユーストスタジオから生放送でお送りしております。しております。ねえ、はい、来ましたね美香ちゃん。来ました。おいつも金曜日と言ってもまだ3回しかしてないんですけど、今日はちょっとあの訳あって木曜日に、はい、なっておりますけれども、週の真ん中より木曜日で。そうなんですよ、はい。まあ、この番組はまあ私たち2人がですね、まあ、気になったこと喋ったりとか、うんうん、あとはまあその可愛いものを紹介したりとか、そうそう、まあ、まったり楽しく、まあ、皆さんとの会話も楽しみながらやっていこうと思ってる次第でございます。そうですね。そうなんです、はい。じゃあまず今日何があったかいうところから、はい、そうそうそう、今日のお二人の一日の報告をしていきましょう。はい、はい。今日は私はですね、いつも木曜日はですね、広島ホームテレビのあっぱれ熟年ファイターズという番組のスタジオ収録をホームテレビでしております。そうで、今日はいつも私と、鍋さんとみのりさんなんですけど、今日大ちゃん、うん、広島の産んだ、そう、大きな大きな超有名超ローカルタレント、大ちゃん、仲良しなんですけど、で大ちゃんも一緒にですねスタジオに行ってまいりました。でその写真がこちらです。あ、もう出てます、ありがとうございます。今度ですね、アクティブライフ2011というイベントが6月の11と12に広島ホームテレビであるんですけど、そこにですね、あっぱれ熟年ファイターズでコラボした美味しいスイーツを出そうという企画で、どことコラボしたと思う？どこなんでしょうか。多分聞いたらびっくりすると思う。道島ロール道島ロールってすごいんですよ。私も、あの道島ロールさん、あの、うん、大阪の道島ロールさんとコラボして、であのロールケーキを作ろう、広島ならではのロールケーキを作ろうっていうことで、で、そうなんだ、そうなんですよ。その企画で今日はそのスタジオ収録があったんですけど、道島ロールの社長さんって女性なんよ。あ、そうなんですか。そう、しかもまあ美香ちゃんよりちょい上、私よりちょい下ぐらいの30代のですね、女性の社長さんで、しかも双子、え、そう、双子で社長と専務、え、すごいじゃろすごい。そうで、その方が道島ロールやってる、元小学校の先生だったんだって。え、そうなんすか。そう、小学校の先生しょって、で30歳の時になんかね、私も違うことをやりたいなと思って、うん、なんかヨーロッパに行った時に、うんうんうん、ヨーロッパのカフェで男の人も美味しそうにスイーツを食べてると、うん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 、で日本でもこういう風なことができたらいいな。でもともとその社長さんも生クリームがあんまり好きじゃないのよねと、でも私でも食べれるそういうケーキを作りたいと、へー、いうことで作ったのが道島ロール。でも最初はもう1日10本も売れないぐらいのあれだったんだけど、うんうん、もう今や今や1日1万本ですって、うん、1日1万本の道島ロール、道島ロールが売れているわけですよ。まあ、広島でもね、三越さんにありますけど、うんうんうん、ありますよね。そうなんです、でそんなこんなで、え、今日はそんな仕事しておりました。はい、お疲れ様でした、うん、あら、美香ちゃんは？あ、私はですね、今日はちょっとあの文化な一日でございました。文化な一日、はい、文化な一日。まずはですね、何そこから出るんでしょうなんじゃこれはこれから、これからです。はい、ですね、今日は、山下の一日はですね、うん、エヴァ山気象館に、お、エヴァ山気象館、はい、エヴァ山気象館は、まあ、夏休みの最後にね、夏休み中の天気が分からなくなったら全部教えてくれるっていうですね、そうなんですか、ありがたい気象館ですよ。それは小学生の方にはいいお話ですね、うん、そう、昔はね、絵日記みたいなね書いてましたからね。そうエヴァ山気象館に行って、うん、まあ、被爆建物だったりも、ね、うん、するのでレトロなところにちょっと気になって行ってきたんですけれども、うんうん、中にですね、うん、こんな万華鏡、大人の楽しめる万華鏡みたいなのがあったりとか、うんうんうん、そんなことをやってみて遊んでみたりだとか、うん、レトロな、ひたすらレトロな建物を写真に撮ってたという。すごい、なんかね、味があるね。今いくらだったエヴァ山気象館入るのに？100円でした。100円よね。そう、その値段もレトロよね。そうなんですよ、すごい本当に。入った瞬間に、うん、受付の方がゆるーく、うんうん、
どうぞみたいな感じで、あお願いしますって言って、うん、中学生さんがなんか来てたみたいで、うん、何竜巻か雷かなこと起こせるんですよね。それでみんなでキャー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 楽しんでました、うん、あ今でも教えてくれるのっていうことですけど、今はどうなんですかね、天気どうなんですかね。でもなんか夏休みになったら1ヶ月中の天気みたいななんか書いてあったような気がするんですけど、多分何か質問コーナーが奥の方にあったので、うん、多分行ったら教えてくれるんじゃないですかね、うん、っていう深くて心霊写真かと思った、うん、確かにこうあれは何よ、ね、万華鏡みたいな、そうお互いがお互いを万華鏡で見れるんですよ。はそうそうそう、行った人と一緒に うわって言いながらうわって言いながら見てました。そう、そんな一日でした。はい、あれそこにあの、うん、ほら強風を体験するコーナーみたいなのあったんですけど、あまりにも中学生さんがワイワイやってて、あの大人はもうねこうこ若い者に譲って、うん、そう一回も体験せず帰りました。そうなんですよ、すごいね、そうそう雰囲気がね良くて、うん、こうまた行こうと撮影とかしてみたいなって思いました。あ確かに和山気象館ってすごいなんかこう雰囲気あるよね。そう雰囲気がいいんですよね。そう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 、ぜひなんかいろいろとやってみたいなと思っています。あいいかも。なんか美香ちゃんがそこにね着物で立っとったら、うん、まあ心霊写真かすかにねこんなんすか、ね、そうついに出たみたいな。そうそう夏にやるとね、そうそうちょっと稲川淳二さんレベルの100円でカルビーポテトチップスは買えますが、カルビーポテトチップスで100円は買えません。懐かしい、これ知っとる？知らない。これ藤谷美和子さんの CM ですよね。ね、ね、ほらそうなんですか。あこの4人の中で分かる人2人だけ。私と新谷さん。えそれはいつぐらいの、うん、すごい昔ですよね、もうね。あそうなんですか、初めて聞いた。そうよ、何の名言だろうと思って。すっごい流行った CM ですよね。それで藤谷美和子さんの可愛さがもうグググッとこうクローズアップされて。可愛いですよね、そうなんですよ、藤谷美和子さん、ね、その後ねちょっとプッツン女優さんとかそういろいろあったりとかしたけど、まあ、可愛いと思います。可愛いのはいいんです。可愛いんですから。そうね、そう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 、ね、可愛いのはいいんです。そう可愛ければ可愛ければいいのです、うん、じゃあ可愛いものを紹介しましょうか。そう、そうしましょう。今日もちゃんと持ってきたよ。今日の可愛いものはいつも木曜日はあれなんですよ、明日があのホームテレビのイチオシというですね番組の9時55分からの生放送なんだけど、それの衣装を借りに行くんです。その衣装を今日は持ってきてみました、はい、夕方ホームテレビから借りたんで、明日私がホームテレビで着る衣装はこれです。じゃじゃーん、かわいいワンピース。これわかります、わかります。そう、こちらのですねワンピースでございます。表はこう、裏はこう、ね、明日の衣装ですね。そうなんですよ、すごい、もうなんか季節感もちょうどいい。ちょうどね、この二の腕も隠れます見事なまでの、もしかして細いんじゃないかと思わせる。いや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 そうそうそう。でこれを今日は借りてまいりました。明日ね着るために。お店の名前は、お店の名前は袋町のですね、はい、ノッシュというお店で、で今日は写真を撮ってきました。ちゃんとここでございます。ノッシュさん、そう、袋町公園の北側のエンジェルパルテあるじゃないですか。ありますよ ね昔並木パラスト、あ懐かしいですね並木パラスト、その角っこにあるんですよ、うんうん、NTT 側、うん、うん、知ってます知ってます。そうそう、かわいいですよね。そうなんです、うんうんうん、で洋服も帽子も、美香ちゃんが似合いそうな帽子もいっぱいあったよ。あら本当ですか、うん、まあありがとうございます、ありがとうございます。そうそうじゃないけどそうで、中に入るとですね、こんな感じでカゴバッグ、うん、ほら見て見て、これかわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいい、かわいい。そう、こういうカゴバッグですとか、そうそう、いろいろブーツもありますね、うん、ブーツもありまして、そうなんですよ、かわいい、うん、いいな。そう、あ、ノッシュの字がよくわかりましたね。あ、これミカちゃんか、あ、私NOS、 そうです、ノッシュ、はい、はい、そうです、こういうお洋服でございますよ。そう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 、ね、なんかもう、うん、あ、いっぱいいっぱい写真撮ってくれたんですね。そう、これね、すごいおすすめ、 T シャツ、かわいい、うん、だいたいね、4000円ぐらいなんですけど、この
スパンコールみたいなのがついたこの靴シリーズ、これがね非常にどうですか男性からして、こういうスパンコールとか可愛いですね。 T シャツ、白い T シャツを着た女性と黒い T シャツを着た女性、どっちが好きですか？皆さんどちらが好きですかね。白、はい、新谷さんは白、白、お、白人気です。はい、じゃあ皆さんはどうなんですかね、お聞きの男性の方、白い T シャツ黒い T シャツどちらがお好みですかね。レインボーはない。レインボーいいじゃないの。へえ、ね、あ、これレギパンとかですね。あ、衣装かわいい、ね、お店の商品もぶちかわ、ありがとうございます。佐野さんのママさん今度行ってみてね。そうそう、あのなんか生着替えをちょっとお楽しみになられた方もいらっしゃっていましたが、着替えてこようか。そんな生着替えですか、レインボーから、レインボーからフラワーへ、フラワーへ、そうそう、生着替え、ここへで生着替えですか。え、ここで今棚水が びっくりして、今あ、白いけいけいけ、そう、コーディネートはコーディネート。あ、やっぱり白大人気。やっぱ白人気なんですね。やっぱり白い T シャツはね、永遠なんですね、女性はね。あ、透けるってことで？いろんな意味ですね。あ、そうなんじゃ。え、透けてる感じがいいんですか？透けてる感じがいいんですか？それとも透けてるのがいいんですか？どっちでもいい。似合ってれば OK です。そう、そうよね、でもやっぱみんな白、大体ほらでも女の子はそういう、まあ、うん、透けたらいけんとか思うし、うん、でちょっと痩せて見えた方がいいかなと思うけど、黒っていう場合もあるよね。あの白か黒かで悩む時が、黒だったら、あの洗濯しすぎると、白っぽくなるかな。なるほどなるほど、そうそうそう、白だったら、ね、何回洗濯したの、大丈夫かなとか、けどアンダーウェアが気になるよねみたいな。あ、そうそうそう、確かにね、白い T シャツはなんか形を選ぶような気がするよね。そうなんですよ、あんまりこうピタッとしすぎるとみたいな感じもするし ね、 だんだんとかがね、なんか、はい、美香さん鼻を噛んでくださいっていう。すいません、来てます。あとね、後ほど花髪タイムでも撮ろうかなと思います。へえ、なんか皆さん結構生着替えもお菓子食べて、あ、見えそうで見えない、そこが白、おー、白大人気、やっぱ白ですね。T シャツは白なんだ。今年の夏はじゃあ白で閉じますか、お、黒は喪服が色っぽい、白は涼しそうに見えるのも透けてみるのもありです。黒喪服ですかね。あまり着る機会があるようなないような、じゃあ今年の夏はブチカワは白 T でも作って、なんかブチカワみたいな、スケスケみたいな。あ、それ可愛くない、白い T シャツにスケスケって書いてある。透けてはないんだけどスケスケって書いてあるのってちょっとおしゃれじゃない？それぶちかわとしては大丈夫ですか？え？大丈夫ですか？いや、それが可愛い、あ、わ、スケスケ T シャツっていう。ダメ？ダメ？いや、なんか男性陣無反応ですけど。スケスケ忙しい。そうそう、じゃあ白い T シャツ考えておきましょうね、なんかね。えみちゃんは洋服選びは自分ですぐ決められますか？意外に私はですね、好きなのはこれって言って、結構すぐ、決める。ミカちゃん家にね、行った時も、そう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 、これとこれとこれって。早いですよね。服選びは。服選びはね、で私のあのファッション選びの基準は、色が3色以上っていう。そう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 。色柄物が。好きなんで、本日も3色以上ですね、こちらの、T シャツもかわいいですね。ほら、あ、ブチカワスケスケ T シャツ大人気なんじゃないの。え、そうですか。ちょ待ってください。ねえ、じゃあスケスケって書いてある、スケスケスケって書いてある、書いてあるの作りますかね、2枚だけでもいいので。そう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 、スケスケ T シャツ、え、ちょっとなんかあの時々失笑浴びてる気がせんでもないんですけど。でも私あれ好きですよね、一文さんのところで作ってるタワン T シャツ、あれなかなかナイスアイディア、タワンっていうね、タワンね、ああ。そう。でいろんなとこで見ましたよ、結構ね、タワン。ですか？見た見た、そう、まずテレビで見たのは、あのお天気の畑さんが、ああ
聞けたのを見た満点ママで。しかも満点ママでですか。あーってそう思ったし。なるほどね。あとね、どこで見たっけな、なんかディスプレイしてあるのも見たんですよ。ディスプレイしてあったよ。ついなまのタワン T シャツですか。タワン T シャツが、そう、お店かどっかに。広島で大人気ですね、すでに。そう、すでに200枚くらいしか出てないんですけどね。あ、そうなんです、200枚。でもスケスケ、あ、これだと思って見たのよ。それもなんかどっかのお店だったと思うんですけど。そうなんです。じゃあ、スケスケっていうことで、バッコーヤさんが女女イコールスケスケ、スケスケ、ほら、まあ、そういう意味もありますよね。あー、スケスケ、そう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 、うーん、それもいいかもしれないですね。スケスケ T シャツも、そう、あの限定2枚あ作って、そう、スケスケ、濡れ濡れはおかしいでしょ。濡れ濡れ、濡れ濡れ T シャツ、濡れ濡れ T シャツ、ちょっとなんかのアダルティーな匂いが少し、うん、作れば500円で買うよってミラションさんが。500円じゃできないでしょう。まあね、500円でできたとしたら、まあ、1500円で売りますね。あらり、あらり、すごいあらり高いですね、なんか。じゃあスケスケ T シャツ、夏に向けて考えましょうかね。スケスケ T シャツ、ね、ね、タワン T シャツ紫色持ってます。あー、すごい、ね、いいじゃないですか、ね、スケスケ、あ、スクでスケスケね、スケスケ T シャツ。あとなんかでも可愛いやつがいいよね、なんか書いて、書いて、うん、なんかスケスケっていうのもなんかこう可愛いフォント、うん、文字もちょっと可愛い感じで書いて、後ろのこの辺にぶちかわってちっちゃく、うん、あ、いいね、そう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 、いいね、ロゴと URL が書いてあって、うんうんうん、なんでそんな嫌な顔するんですか、マサロさん。そうそうそう、忙しい、忙しい、そう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 、あー、なるほどね、なんか可愛い子、女の子の、え、なになに、タワン T シャツキムチ屋さんに飾ってますね。あ、私そこで見たのかな。へえ、みんな仲いい、どこのキムチ屋さん、キムニーっていう子がいて、はいはい、あ、そうなんですか、へえ、あ、私知ってるわ、なんかその人、え、知り合いじゃないけど、うん、名前はよく伺ったことが、確かに確かに。あ、和牛命 T シャツも出ます。いろいろですね。へえ、そうか、スケスケ T シャツは好き好きの、あのスケ好き好きっていう意味もあって、スケスケ T シャツ、あ、スケスケ T シャツ、ね、あと2人で白い T シャツにマジックで書けばってとか、それはじゃあね、2人とスタッフで内職して作るとか。手作りで、手作りで、手作りでしたら、そうですね、 T シャツ1枚が7800円ほどになりますけど。よろしいですかね。手で作りますから。そうですよ、値段が上がってます ね、 ね、そう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 、いいですね、でもね、ぜひね、なんかいろいろと考えていければいいですね、うん、そうなんです、そう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 、私たちも着れるね、そうそう、かわいいって、かわいい T シャツがね、うん、夏に向けて考えられたらいいですね。そうだね、そう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 、なんか、あと、私のかわいい、あ、ゆみかさんのかわいい、私のかわいいはもう下着、今度はみかちゃんのかわいい、じゃあ私のかわいいは今日これです。あら、あ、かわいい、なにそれ、バーン、バーン。全然インパクトがない、うわー、かわいい、これ何、ファーファー、ファーファーです。あ、ファーファなんだ。こんにちはっていう感じの。すごーい。どうも。これをどこで買ったのかな、うん、多分宮崎に行った時に、うん、買ったような気がします。え、あの柔軟剤のファーファとは違うんですか。多分柔軟剤のファーファらしきものなんですが、若干目がちょっとずれてるので、ちょっと、って感じがしますよね、うん、なんか、かわいいかわいい。そう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 。女性はこういうのがすごいかわいいって思うんだけど、そう、男の人はどうなんかね。男の人はこれを持ってて、こんにちはとかって言ってたらもうちょっと引くでしょうね。そういう女子には引くんじゃないですか。引かれますよね。引きますかね。引きますよね。ねえ。まあ、あの、子供が喜んでます。あ、これかわいいわ、みかちゃん。そう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 、これをやって、やりたくなるね、こう。自分で言って突っ込んで、こんにちはって。こんにちは。ってやってます。こんにちは。こんにちは。それが今日の私の精一杯の可愛いでございました。可愛 い、 いこれ。そう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 、そう、なんかこうやってこう角度によってはなんかものすごい笑っとるように見えん、これ。あ、うまい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 、
あ、こうか、ここか。これ何、あの、初めて見た人何やってるかちょっとよくわかんないと思うんですけど。ゆみこさん、ゆみこさん、ゆみこさん。爆笑っていう。パワー。そうそう、パワーです。いいですね。そうそうそう。なんかあの、いろいろと皆さん、あの、うん、初めましての方も、うん、いろんな方が来てくださってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。よくいらっしゃいました。ありがとうございます。ただいま。人形劇やってっていう。人形劇。そう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 。ちょっと、まあ、そんな感じ。その程度なもんですけど、今日はかわいいと思います。今日はファーファちゃんでございました、これもなんかでも頑張っては作れるんかな。作れる人とかおるんだろうね、多分、うん、で指、うん、指に入れれるぐらいのもんだったら、うん、ハンドメイドで、あの、広島ってハンドメイドで、うん、ママさんの作家さんとか、うん、こう広島の作家さんって結構多いんで、うん、それぐらいだったら作ってらっしゃる方多分いると思うんですよ。おー、もし、ね、いらっしゃったらね、なんか見てみたいですよね、うん、あ、こんなん売ってあったよこのお店でみたいなのがあったらね、聞いてみたいですよね。ねえ、一人でやってたら引くけど子供さん相手だったら OK。 あ、ですよね、ですよね、ですよね。なんかみんな結構 T シャツいろいろ持ってますね。ネギ T シャツ、ネギ、ネギ、ネギじゃない、ネギが書いてある。ネギ、ネギ、あ、ネギ T シャツね。ネギってどういう意味のネギですか。そうそう、広島弁のすごい古い言い方でネギに金菜みたいな感じでね。そう、これね、一文さんはあれなんですよ、よく使うね、ネギ、ネギに。そうなんですか。右肩上がり T シャツ、あ、マリエさんのね、ツアー T シャツとか、マリエさんっていう、うん、個人レベルでやってらっしゃって、うん、全国でいろいろやってらっしゃる方が、へー、いらっしゃるんですよ。そう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 、ね、あ、面白い、爆笑の顔にやっぱり見えるんだ。再び見えるでしょ。見える、見えるよね。見える、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 ね、見える、見える、うれしい、見えて。今日ファーファーちょっと活躍しそうな雰囲気ですね。よかったね、よかった、よかった。さあ、ということで、はい、かわいいもの紹介しましたけども、はい、じゃあ今日は、プレゼントもあります。ユミコさんからプレゼントが。そうなんです、そうなんですよ。今日は皆様プレゼントがありますよ。これはですね、じゃん、これは男性には必要ないかもしれませんけど、ほら、海外に行った時ね、よくあるお土産物で、ここに口紅を入れたりする、ここに鏡がついています。見えますか。そう、じゃじゃーん、こういうものでございます。はいね、これはですね、そう、去年台湾に行った時に買ってきてたんですけど、うんうん、何人かにあげて、うん、その後、ずっとあげるのを忘れてもらってたものなんですが、で、せっかくなんでちょっとね、もらってもらおうかなと思って、うんうん、ほら、紫もあります。紫、赤、これ黄色。黄色も可愛い。紫、赤、黄色。黄色。そう。イエイイエーイ。これ、黄色。はい。こういうのどうですか、どうですか。はい。この3色、プレゼントでございまーす。もらってやってー。ちょうだい。こやつ、こやつ、こやつ。はい。はい。これね。あ、そうそう。ね、女性にプレゼントでもいいですよ。そうそう。これぜひね。あと、印鑑入れにも使えそうって書いてある。あ、確かに。そうそう。まあ、鏡がついてるんで、口紅もいいかなと思うんですけど。素敵。そう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 。ね、かわいいと思います、これなんか。いいと思うよ。いいと思うよ、いいと思うよ。今日ファーファー大活躍ですね。今日のゲストファーファーですね。ファーファー、ファーファー大活躍。じゃあ、はい、プレゼント希望の方は今ついなまさんのツイートにありますように、あとついなま宛てに欲しいってソーシャルストリームに書き込んでねって、うん、いうことなので、赤と紫と黄色、ゴールド1個ずつですね、うん、はい、はい、欲しい方がいらっしゃいましたら、ついなまさん宛てまで
よろしくお願いします。はい、お願いします、もらってやっておくんだまし。おくんだまし。ありがとうございます。はい、いろんな方が、よいしょ。ちょっと、こんばんは、ピアスとか入れてもいいね。とか確かにね。あ、ほんとだ、ほんとだ。爪楊枝を大量に持ち歩こうとか。爪楊枝。爪楊枝これ入りますね。確かに、シーシーできますよ。その辺で。やっぱり熟年ファイターズのロケに行った時に、鍋さんとかは必ず爪楊枝、まあ、食べた後に、やりますよね、ちょっと爪楊枝取ってっていうね、シーシー。シーシーやりますよね。そうそう、男性の方が多いんですかね。あんまり女性はシーシー。やらないですよね。まあ、できないっていうのもありますよね。ちょっと しにくいですよね。前はね。そう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 。すぐにね、でも、誰か欲しい方、来られるかと思われ、来るんじゃないですね。ご連絡があるかと。思いますのでよろしくお願いします。では、はい、続きまして続きましてあ、いろんな人が欲しい欲しいって、男の使い道が見えん。男の人だったら何に使いますか。男の人の使い道、それこそさっきの爪楊枝と印鑑入れと、あとなんだろう、プロポーズの時の指輪とか。え、ここからここからちょっと待ってね。そうそうそう、何本入ってる指輪がみたいな。そう、10本総パックでみたいな。もうすぐ埋まるんじゃないですかね。欲しい欲しいって。お、ありがとうございます、ね、ありがたいことですよね。そうです、今日はですね、私とミカちゃんが、4回目のはいぶちかわになるんですけれども、今日はですね、企画会議を行いたいと思います。遅い。もうやった始まって、もう何日も経ってるのに遅い。公開企画会議でございます。はい、そうなんです。さて、プチカワでは一体何をしたらいいでしょうか。盛り上げすぎ。盛り上げすぎ。とりあえず皆さんに投げすぎました。投げすぎた。いやいやいや。まあ、私はとにかく、ミカちゃんと楽しく話せればいいので、なので、そうそう、ミカちゃんと楽しく、で、皆さんとね、こうやってなんかこう、お話ができたら、楽しいかなと思うんで、なおかつ、それで、こうね、いろんなことができたらいいなというふうに思って。つながっていったらね、そうそう、今まで、こう、ユミコさんがやってるラジオ番組も、もちろんあるじゃないですか。それとまた、ちょっと違った、こう、もっと、すごい密な、すぐ話が来るじゃないですか。そうそうそう、メールよりも早いところの楽しさとかも、そうなんですよ、ね、まあ、あると思うので、このね、番組を通じて私と同姓同名の松本美子さんにも会えましたし、そう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 、そうなんですよ、なかなかこれまでの人生、ね、同姓同名の人に会うことなかったんで、ない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 、本当にね、感動したんです、松本美子さんね、今日もね、そう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 、見てますか、松本美子さん同姓同名そうそうそう、ね、そうですよ、そうですね、なんか公開企画会議って言った途端になんかみんな、どうでしょうか皆さん。そう、でもまあ、まあでも美味しいお店を紹介したりとか、そうそうそう、タイトルもぶちかわということなのと、私たちね、女子ユーストと、いうことにもなりますので、そうそうそう、かつこう共通点で言うと子供がいっぱい子育てもあるしとか、働いてるしとかいう、ね、そういう楽しさもあるとは思うので、そうなんです、ね、そうそうそう、で、まあ、私たちの、まあね、当初の企画としてですね、いい500円でいいんですけどっていう企画はですね、こんなに物がたまっているんですが、まだ一人しか来てくれてないっていうこのどんどんこの椅子の上に乗り切らなくなっていったらどうしたらいいんでしょうっていう、いずれ私トルソー持ってくるんで、これ着せましょう、着せましょう、着せましょう、でそれでオールコーディネートして2000円で売りましょう、セットで、セットで、そうだから、そうそうそう、私たちとしてはまあなんていうんですかね、500円でいいんですけどもらってくれませんかっていう、そうそうそう、でも、まあ、なかなかね、取りに来るのも難しいかなと思ってみたり、あ、そうですよね、まあこの時間にっていうところが難しいんですかね、そうよね、そう、一応ね、あるんですよ、今までの500円でいいんですけど、まずおさらいしましょうかね、おさらいしましょうね、公開会議なのにおさらいまでまず私が最初の日に持ってきた500円のピンクのスカート、誰も取りに来ませんでした取りに
美香ちゃんが持って、美香ちゃんが持ってきた、あれ私持ってきたのはでもまだねこれとこれだけなの。そうかそうか、はい、これこれをね、はい、着ると太って見えそうなこのスカート。じゃあ私今から履いてきましょうか。履いてみましょうか。おお、じゃあ履いてみて。ちょっと、うん、あのコーディネートしてみましょう。あら、そうそうそう、美香ちゃん、そうそう、ちょっと勝手に、え、行ってらっしゃい。ちょっと失礼します。そう、いや、いいっすよ、別に。あの、向こうにいたウッチーちゃんが喜んでんじゃないの？ミカちゃんが着替えるって言うんで。そう。あ、取りに行きたいけど、男にとって欲しいものがない。そりゃそうだね。そうよね。男にとってはね。持っとったらね、怪しまれるものばっかりですもんね。引き取りの縛りがネックよね。そうですね。切実、行きたいけど時間が間に合わない。確かに、ごもっとも。どうしましょう。確かにね。まあ最初の企画としては、私も美香ちゃんも洋服が好きで結構、あ、ね、何かに買ってしまうので、捨てるのももったいないし、もしもらってくれる人がいたらちょっとフリマじゃないけど、そういう風にできたらいいなと思ったんだけど、確かにね。え、道路で着替え、道路じゃない、こっちこっち、こっちちょっと奥に小部屋がありまして、あ、かわいい、ミカちゃん、ちょっと待って、何そのセクシーな感じ。これで、おお、こんな感じで、おお、ちょっと どうなんだろう、よくわかんないけど、おお、こんな感じで、じゃあ、じゃあちょっと脱ぎますので、そうそうそう、どうでしょうか、はい。これ美香ちゃん、これがじゃあさ、北斗さんちょっとめくっていいですか。これがこういうスカートですね。そうこういう感じで、はい、あ、かわいいね。かわいいでしょ。うん、もっとね、なんか膨らんで見えるのかと思ったけど、そうそう、意外と、一世三宅のプリツプリツみたいな感じでシャーンとしてるので、あんまりそうでもないんですよ。へぇ、さすが。ちょっとこれ上が上なんで、あれなんですけど、着てこようか。いやいや、着てみられたらいいと思う。そう、あ、でもいいよいいよ、美香ちゃん、いいっすか。そう、これを欲しいという方は、500円で、生足で履いてもよし、あのこれにあのトレンカじゃないけど、ね、ちょっと待って、私も着てくるけど、誰もおらんくなるな。誰もおらんくなる。じゃあ美香ちゃんが脱いで帰ってきたらね。はい、大丈夫です。欲しい、あ、欲しいでいいのかな。あ、そういうつか、あ、スカートめくったりして、あ、はあ、はあははあ、ねえ、いや、なかなかいい感じで似合ってましたね。他にもあるんですよ。あ、この帽子、これも500円でいいんですけど、今日美香ちゃんも、はい、じゃあかぶってみましょう。かぶれません。かぶれません。そう、これは帽子にとってマイナスじゃないですか。ちょっとこれでもこれおかしいですね。これもミカちゃんにかぶってもらいましょうね。しました、はい、はい、帽子ですか。あ、これミカちゃんちょっとかぶってみて。そう、かぶりますよ、ね、こんな感じです。あ、かわいい、かわいい。でも若干前が見えないっていうのもあるんですけど。あ、かっこいいね。そうそうそう、夏のあのマリンスタイルが今年ちょっといいということだったので、買ってみたんですけれども、頭がぺっちゃんこになってしまって、やめました。あ、はい、誰か欲しい人がいれば。でもかわいいと思います。そう、500円でいいんですけど的な。はい、ゆうこさん一応スカート置きましたんで。じゃあ私が待って。はい。そうそうそう。はあ、はあ、そう、これで、え、今どこまでのお話が出てらっしゃったんですかね。そうそう、松本さんの美香さんが買うのも逆もあるんですけどね。そう、色はね、すごいね、いいんですよ。すごい鮮やかで。やって上まで上げてくるんです。いやいや、これだってこう太って見えるじゃん。違う。ええー。じゃあ足からパンします。足からパン。ドゥルドゥ。それはね。
ね、上までね上げすぎるとそうなりますね。あ、そう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 、だからそれを隠すように上から私これ隠しちゃってたので、こういう風な感じで隠してね。そうなんです、そうなんです、ちょっと柄がおかしいねこれ、柄柄オン柄足す柄みたいな、そういう問題じゃない。でもこれに、これが多分七分袖か五分袖ぐらいで、ストーンと落ちた T シャツだったら、これで重ね着したらこの柄だ、この柄とデニムで可愛いと思う。へえ、そうそうそう。で帽子はこういうのじゃなくて、つばの広いちょっとこう麦わら帽チックな感じのだったら可愛いかも。絶対でもこうやって出てきた店員さんに騙された人みたいな。これで絶対騙されたのじゃろ、これ出てたらもう。確かにこれ500円なんでね、これこうスカート可愛いって着とるよ。そうそうそう、 ありがとうございます。髪が乱れてますか。すいません、つなぐこともできない。すいません、私つなぐこともできない人間なんです。すいません、本当ごめんなさい。そう、ブチカー見てるのは男ばかりのような気がするなんて笑う。でも女子向けの構成だよね。いや、そうなんですよ。そうなんです。そうやっぱりね、私たちはまあ女同士じゃし、特にやっぱり女同士の話になってしまうんですけど、結構なんかね、見てくださってるのは男性が多いのかなと思ってみたり。そうですね、じゃあ500円でいいんですけどに関しては、まあメンズもいけるようなものもちょっと考えてみて、もう、うん、まあいずれけど500円でいいんですけど、500円でいいんですけど男バージョン。そう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 、これたまったらいずれフリマやりましょうよ。そうだね、うん、あ、で500円でいいんですけどってドーンって置いといて、うんうんうん、ぶちかわって。そうだね、そうだね。ぶちかわフリマとかでも、そう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 、ね、500円を封筒に入れて送りましょうか。あ、それも考えたんですけど。考えたんだ。なんかの時にね。そう、なんかあっちゃいけんけんね。そう、ね、うん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 、と思ってみたりね。ですよね、そうなんですよね。なかなかね、こう、うん、まあこれは考えましょう、いろいろ、うんうんね、ただただ溜まっていってるのは確かなので、なんとか、まあ、でもなんかまあいろんなテーマを決めてみんなとこうやってこうお話ししたりとか、そうそうそう、今気になってることとか、その、うん、本の紹介とか、うんうん、あ、松本さんと美香さん2人で新谷さんをいじるコーナーを考えよう。私ね、うん、常々思ってるんですよ、ここにいる独身男性3人ねえ、非常にみんなイケメンさんですよ ね、うんうんうん、いいものを持っているのに、うんうんうん、まあ幸薄い感じが非常にするわけなんですね。まあプライベートで言えばよ、ね、仕事はすごいですよ。そう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 、ね、でもプライベートで言えばちょっとそういうね、ところがあるんです。どうしたら幸せになれるかっていうのをですね、女子目線で考えてあげられたらなと思うんですよね。じゃあひたすらこう、うん、だからこういうところ直さないからダメなんだみたいなのをひたすらこう言って、いや、でもっていうことですか。怒られるのは多分好きじゃないと思う。ええ、絶対こうしてほしいとか。だ絶対好きじゃない。そう、だって怒られることに我慢できるぐらいなら彼女がいると思いますね。そうね、いや、もうマイペースなんですよ、うんね、マイペースなんで、そうね、そういう男性を、うん、どうするか。そうですね、うん、でもそういう人が好きっていう人はもちろんいると思うんですけど、うん、でもその雰囲気にすら気づいてない感がある。あ、そもそも3人とも彼女欲しいんですか、うん、そんなに欲しくない、ね、あら、寂しい感じ。やめましょう、やめましょう、寂しい感じ。あくまで伸びだし、あくまで換金目的って書いてあるのは500円ですけど何かの方ですかね、うん、換金目的っていうわけでもないんですけれども、うん、500円でひたすらなんかどうかねってたまたま出てきただけの。そう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 、それを将来特に何に生かすとかいうこともまず考えてはない。そう、いや、お金が貯まればもうわらしべ長者のようにそれをどんどん増やしていく方法を考えて。そうですね、でみんなにね、いいプレゼントが買えればいいじゃない。そういうことに。そうですよ。そうですね。ウッチーさん好きの方もねえ、裏で
今頑張ってます。うんうん、って言っていろいろ聞こえましたけど。そうでもこの3人がすごいのは、まあ、メカに強い。メカに強い男性をモテますよやっぱり。モテますよ。モテますよ、うん、メカに強い、うん。3人の顔が見たいって。見たいでしょう。見たいよね。ですね、私からじゃちょっと言わせてもらいますと勝手に言うけど。いいよ。勝手に言うけど。一番若いのが松村さん。松村君。うん。松村さん一番若くて、背が高くて細くて、うん、でパッと基本的に優しい、うん、優しいと思うけれども、うん、ただ絶対にいいですけど、うん、なんて言ったらいいんですかね、私今日誕生日なんだけどって言ったら、それがどうしたんって言うの。あー、ひどーちらっと言いそうで、後で誕生日プレゼントは用意してそうなタイプ、うん、あ、はー、そう若干ツンデレ気味。なるほどね。イメージ。そう。まだ知り合って何回か。そう。確かにね。そう。で、新谷さんは、うん、新谷さんはもう、うん、会うたびに私ダメ出しされてるような気がしてなる。会うたびにダメ出し。そう。私はこれ愛の鞭を受け取るんか。でもそれが多分癖になっていくみたいな。そっちか、うん、新谷さんも私は何とかして新谷さんとこうつながりたいって思っとるのに、そうすごい発言ですね。そう、何とかこうもっと話を盛り上げるようにって思いつつ、うん、なかなかそれまたね、うちさんなんか一番コンパで盛り上げそうなタイプの人に見えますけどね、うん、でも多分ね帰る時にはね、うん、初めてのうちさんいい人だったねっていうことで泥沼三人衆ですかそれはって、うん、泥沼三人衆いい男の方なんですよ、すごいねえ、うん、すごい。ぶちかわモテ男改造計画、うん、ゲストを呼んでトークしたりしたらどうでしょう。そうなんですよね、それは考えてるんですよ ねえ、そうやっぱり、もう一人ね、うん、こうゲストの方がいらっしゃって、うん、広島で頑張ってる人とか、ね、こう活動されてらっしゃる方とかね、まあ、なかなか、ね、会う機会がない人に会えたりとか、うん、すごいなんか例えばすごいマニアックなことをしとる人とか、え、それってどういう仕事っていう、あ、聞きたいえ、それどうやって生計立てとるんっていう人に会いたい会いたいですよね。そうこれで生きてますみたいなこれで生きてます私これで食ってますみたいな人がいたら、あー、確かにね、あ、もし売れないものがあればそれをヤフーオークションでいくらで売れるかコーナーでやってみれば、あ、それいいかも。いいですね。やり方は3人衆がやってくれるはず。これを、うん、オークションに、うん、私できる、ミカちゃんできるよね、うん、ヤフオクできる、ヤフオクできる、それはなんかすごくすぐできそうな解決策ですね。そうそれはすぐできそうな、すぐできそうな解決策なんだけど、私たちとしてはそのこれを見てる人となんかこうコミュニケーション取りたいねみたいな、そう500円でいいんですけどっていうね、まあ、これは長い目でね、そうですね1年後どうなってるかっていうところで、ね、こう考えていきましょうね。ねえ、結構皆さん、そうゲストはね考えてますよ。ゲスト、タツ兄さん呼んでくださいとかね、柿達さんですね。そう、夫婦でゲストでもね来てほしいなと思ってるし、あ、いろんなフリーアナウンサーさんお呼びしてフリーの楽しさ辛さなんかを聞いてみたい気がする。あ、これがね言えることと言えないことがみんなあると思うやっぱりあるでしょう。いかにねえとはいえ、やっぱり多分言えんことが多いんじゃないかな。それは独り言ですね。独り言なんですけどね。いや結構でも私この話をみんなにしたら、うん、いいじゃないですか、行きたいとはみんな言ってくれるんで、そう。あ、そうなんですか。ね、そう、あ、いいですねっていう感じなんですよね。そうなんですか。もうお会いしてみたい人とかね、やっぱり皆さんいらっしゃると思いますからね。そう。いやじゃあそうですね、なんかまあ広島ののだめ呼んでほしい。のだめ、あー、のだめちゃんに。のだめ、ああ、はい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 、おお、それはもう来てくださるならぜひって感じですけどぜひどうぞみたいな。へえ、あとはアンガールズさんもね、それはもう来てくださるならぜひって感じですけど、そうもう来てくれるなら誰でもいいよみたいな感じで、もまあね、
そう、またなんていうんだろう、たまぶちかわというタイトルなだけに、うん、でこうあなたのぶちかわで一番可愛いもの、うん、可愛いと思ってるものを教えてくださいみたいなことがね、聞けたりすると、ね、うん、楽しいですよね。あとはやっぱり独身三人衆をなんとかするコーナーをやろうだとか。なるほど、うん、それだったら男性陣もそう、そうじゃね、うん、私の友達今日80対80のコンパに行ってくるって昨日言があったので、80対80それコンパじゃないんじゃないですかねっていうすごいね。え、そう、それってまあパーティーみたいなもの、婚活パーティーだと思うんですけど、うん、でもフェイスブックで見ると、うん、80対80のコンパって書いてあったので、うん、でも自己紹介だって時間が限られてたら、そのそうそうそう限られてたら、あの話もできん人とかもなんかね、聞いたことがあるのが、うん、一人一分、うんうんうん、紹介をして、うん、こうチャララララララみたいな感じで交代していくんですって。そうそう、私もねそれ取材に行ったことある。じゃあ輪になって、でずっとどん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 回っていくんよね。でよかったなと思う人をちょっとだけチェックしたりとか。なるほどね。あ、そうそう、なんか大ちゃんを呼んでくださいとか、大ちゃん、あと、うん、ホームテレビ近いから松本さんの力で出ます。あとはカープあえての2軍選手あ、来てほしいですね。ギャランティーが発生しないゲストって、なあのアグレッシブですけどみたいな感じですね、これ。ああ、アグレッシブさんでありましたよね、こういう番組コーナーね。そう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 、たくさんいらっしゃるじゃないですかね。そうなんよ、そうなんよ。大ちゃんもどちらかというとなんか乙女な感じがしますよね。大ちゃんね、まあ、独身なんですけどね、ご飯とかもうすごい上手よ、料理とか。じゃ乙女ですね、いわゆる乙女な。そうそう、ね、うん、そういうのも聞きたいですね。初の見合いで必ず決めるコーナーとか。初の見合いで必ず決めるコーナー、 それって見合いじゃないじゃないですか。強制強制。そう、ね、安人くんこんばんはんこということで、こんばんは、うん、あと80対80に関して、あの戦のようだと、うん、うん、まあ戦ですよね多分ね、まあ、婚活は戦ですからね、うんうん、商店街のプチ情報とかいいかもって。あ、プチ情報ってどんぐらいプチなんでしょうね。どんぐらいプチな情報。ここ の、うん、あの果物屋さんに子猫が生まれましたとか、そのレベルのプチ情報かなのか、おあとあの商店街で例えばイベントやってるのって、うん、意外とあのそう、今度知り合いが袋町の、うん、ふれあい市民交流センターだっけ、うん、なんかあのそこでイベントやってらっしゃるんですって、うん、でそこでね、海外からの留学生さんが来られてて、うん、カレーがなんかそこの本場のカレーなのに100円とか、へタイ料理が200円とかで食べれたりするの、うん、ご存知です？21と22にやってるんですけど、意外とそういうのって知られてなくって、うん、そういうのが PR とかできたらいいですよね、うん、プチな情報ね、プチな情 報ね。そう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 、なるほどなるほど、そうなんですよ。へあ、いいですね、プチ情報とかもいい ね、いいかもしれないね。あ、バーバラちゃんとか田中ソスイちゃんとかね、うんうん、そうね、そう、みんなに可愛いもの持ってきてもらえるかもしれない。みんなのだんだん、うん、ただアナウンサーを呼んでくれみたいな状態になってますけどこれはえ、これすごくない？150対150に出たことあります。社交さん大会とか300人すごい。それは確かに社交さんできますね。パーティーですね。こういう回に3人に行っていただいて、うん、どうだったかっていうのを写真で見るっていうのも、うん、絶対いかんじゃろ。暇がないね。絶対いかんと思いますよ。そうですよね。そうあのお店とお店の間に可愛い猫さんがいるっていう程度のプチ情報もあり。ありでしょう。それありあり、ね、見たい見たい。そうそう、可愛いにゃんちゃんみたいですよ ね、 ね、いや、なかなか皆さんいろんなことをね、そう、プチ情報ね、商店街のプチ情報ね、商店街、いいかも、商店街のプチ情報、商店街プチ情報、うん、いろいろさまざま企画募集中ですね。そう、婚姻届と印鑑持参コーナーってどんなコーナーだどんなコーナーなんだろう。だから外で、うん、カン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 って、うん、女子が、うん、いい感じと婚姻届を持って、うん、あの人っていう
おらんじゃろそんな人おったらびっくりするわねえ。そういう定番コーナーがね欲しいんですよ。そうそうそう、定番コーナー欲しいですね。そうなんです、まあ、うん、それをね500円でいいんですけどしようと思ったんですけど、そう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 、定番、定番ね、定番、そうなんです、定番、今のところの定番が500円でいいんですけどと、うん、あとはあのいつもの占いですね。あ、占いね、はい、皆さんご要望の占いが必ずありますので、はい、それにプラス、うん、そのもっとゲストですね、やっぱり、うん、ゲストさん、ゲストもね、うん、そうそう、ゲストはあった方がいいんかな、やっぱり隔週ゲストだとか、うん、なんか2人だけのトークの日があったりだとか、うん、そう、私もまあゲストがあ、ね、あの来てくれちゃったら嬉しいなとは思うよ。ですよね、うん、それをやっぱりたまに来てもらうと、ね、毎週は毎週でもいいけど、うん、それまた考えていくっていう感じですかね。うん、ねえ、もうその私たちの企画よりも、あの三人衆をどうするかっていうことの方がなんか、スカイプ使って三人衆とお見合いさせる公開お見合いコーナーやろうかと。とりあえずこの三人衆をどうにかしようみたいなコーナーになってますね。いやー、でもそういうなんか、正面からこう来られるのは多分嫌なんじゃないですか。この三人衆は。イケメンなのにね、ねえ、ねえ、まあ、ぼちぼちだと思うよ。そうそうそう、あ、スイーツ占いじゃなくて、あの占いですね、うん、あの松本由美子さんの、うん、適当すぎる占い。そうそうなんです。そうそうそう、はい、まだ今のところ、1ヶ月ですよね、ほぼほぼ1ヶ月です、ね、だいぶシャッフルする手が慣れてきました。シャーってやるように。スイーツを食べるコーナーもね定番なんですよ。そうそう、じゃあ今日そういえば忘れとった、みかちゃんごめん、これ、あ、バルコムに来ましたって、あの、うん、どんちゃんさん、え、バルコムに来ましたってそこ開けたらいらっしゃるんですかね、まさか。どれ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 まさかのバルコムに来ましたっていうのはこちらですか、うん、こちらですか、こちらに来られてるんですかね。さあ誰かいるのか、いないのか、いませんけど、あ、違うバルコムさんですかね、うん、そう、今週ね佐賀に行ってきたんですよ。おで佐賀に行ってきて、これ知ってますか、ごまかすという言葉の語源になった一個っ子っていうねお菓子なんですけど、これがね、なんでごまかすという言葉の語源になったかというと、うん、みかちゃんも食べてみてください、うん、はい、じゃあいいですか、はい、いいですか、なんかこれいただきますよ。なんかこう、か、何、手触りはちょっと思ったより硬い感じ、うん、でしょ、うん、いただきます。硬い、そんなにどうどうどう、想像以上、想像と全然違う味でびっくりしました。そう、これは私も初めて食べるんです。小麦、黒糖、水飴で作られてるんですけど、うん、なぜごまかすという言葉の語源になったかというと、こうやって、うん、食べた時に中が空洞でごまかす、うん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 、ごまも使ってあるので、うんうんうん、でこれからごまかすという言葉ができたの。なるほど、教えてもらいました。これ美味しいですね。うん、美味しいね。パッと見がすごい、あのふわふわしたあんこみたいなのが入ってるイメージがあったので、うん、食べた時に、あの、あ、松原さん、あのどんちゃんはちなみに今徳島にいるそうなので、ここのバルコムではないみたいです。うんうん、はい、すいません。一個っ子有名じゃね。あ、さすが、よくご存知、うん、そうなんですよ、これ有名のお菓子なんですって。へえ、あんま知らなかったでしょ。うんうんうん、私も知らなかった。そう、佐賀って、佐賀県では有名な。佐賀どの辺だっけ。ん、佐賀県、ああ、あの辺だ、うんうん、うん、いつも逆の方向に。ハウステンボスとか、そう、あれ長崎、あ、長崎か、ハウステンボスだ。今回は嬉野温泉に行ってきたんです。あ、いいですね、うん、温泉行きたい。いいよ、嬉しいの。いいな、私も温泉行きたいな。そう、もうそうこう言ってるうちに8時56分になりましたよ。はい、じゃあ占いしましょう。当選者、そうそう、いいですか。はい、先にあの当選者の方、 ありがとうございます。はい、それではこちらの、はい、本日の、はい、プレゼントの当選者発表します。でで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 で、はい、オイスターウーマンさん、ケーキ屋さん、
つぶさんおめでとうございます。じゃあ色は私が決めます。オイスターウーマンさんは紫、ケーキ屋さんはゴールド、うん、つぶさんは赤でお送りしたいと思います。おめでとうございます。食べてちゃった。うん、よかった。カイトが飛ばせたり。あ、末広部長も来られましたよ。九州へ行ったら熊本の司の湯に行かないと。何いいんですか、司の湯って。有名な、どこですかそれ。なんか熊本だって。へえ、うん、ありがとうございます。あ、そうだね、そういうなんかちょっと行ったらいいような場所とか教えてほしいよね。うん、そう、ぜひこう、うん、いろんな場所を教えていただきたいですね。うん、よろしくお願いします。さあ、それでは私がこの番組のために始めました、はい、タロット占いを行いたいと思います。それでは今日のこのブチカワを見てくださってる皆さん、明日はどうなる、うん、よし、明日ですか。明日はどうなる。明日はどうなる。ん、あ、はい、うん、よし、私がひたすら食べてますね。シャッフルシャッフル、はい、合わせなくていいね。はい、すごいこうスムーズになられましたよね。そうでしょう、うん、さあ明日のあなたはじゃん、こちらです。これは7番です。はい、待ってください。7番、おお、7番、戦車のカードが出ました。もしこの戦車のカードが出たら、グズグズしていることはありません。善は急げ。やりたいことをすぐに実行していきましょう。それが成功への鍵です。ライバルがいても気にしないで、少しぐらい問題があっても、あなたの気持ち次第できっと乗り越えていくことができるはずなのです。キーワードは強気で進む。ほう。だそうです。ちょっと待って、今から書きますよ。はい。今日のカードは戦車。うんうん、ですね。ちょっと待ってくださいね。あと3秒ぐらい待ってくださいね。はい、うん、いいよ。はい。今日の、うん、皆さんのカードは戦車。はい。意味は？善は急げ。やりたいことをすぐに実行していきましょう。善は急げ。善はってこれでいいのかな？前じゃないよ。前じゃないよね。まあ、いい、善悪の善ね。はい、善は急げ。うん、やりたいことをすぐに実行していきましょう。すぐに、すぐに実行しようと。しよう。それが成功への鍵です。わあ。じゃあこれを、これを見てる39人、はい、今視聴中の方は皆さん、うん、明日から、はい、明日からじゃないですね、まあ、うん、今日から善は急げ、うん、やりたいことをすぐ実行すると、うん、いいようになると。そうです。皆さんラッキーです ね、 ね、本当ね、必ず由美子さんがやるといいカードしか出ないですよね。そう、うん、そんなことないよ、いろいろ入っとんじゃけ、この中には、まあ、一発目の時白紙になりそういうありましたね、そういうことが、ね、そうそう、ありましたね。そう、でもまあ、うん、本当にね、せっかくこうやって、うん、ね、皆さんとこうお話できるわけですから、うん、まあ、いろんなことをやりながらですね、うん、なんかいろいろこう楽しいことができたらなというふうに思っておりますので。そうですね、うん、今後とも善は急げ。そう、思い立ったらすぐやりましょう。ちょっとツッコミが、やりたいことが見つからない番組なのにという、うん、非常に厳しいツッコミが入っておりますので。そう、そう、やりたいことはね、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけど、まず何をしたらいいか、さあ皆さん何したらいいっていうところからなんですよね。そうそう、一緒に決めようやと。そう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 、ね、そういう番組ですね、うん、そうそうそう、まあ、すいませんうちの親からでした。はい、でもまあこうやって、まあ美香ちゃん頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう、ね、来週もまた木曜日でもいいですか。そうですね、来週も木曜日で、うん、やりましょう。はい、はい、ということで今日もたくさん皆さんありがとうございました。はい、なんか今日終わりになって視聴者数が一気に増えました、うん、あ、本当、ありがとうございます。はい、はい、来週も変則で、はい、木曜日、うん、何日ですかね、5月26日ですかね。みんな手帳開くみたいな、ん、待って、違いますかね、今日18 19
26ですよね、うん、26日木曜日、うん、はい、あ、今日は結婚記念日、おめでとうございます。おめでとうございます。まあなんか美味しいものでも食べられたんですかね。善は急げ。そう、善は急げ、すぐトイレに行ってきてください。はい、はい、じゃあね、また来週の木曜日にお会いしたいと思います。お相手は私、はい、松本美子とリムの山下美香でした。はい、どうもありがとうございました。はい、また来週。おやすみなさい。